さ、秋のスプリント王者決定戦、六波乱のショートドラマを演じる名優が舞台に姿を現しました。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのは2番ヤンガルム、その外スーッとファストコースが上がっていきました。テイエムスパーダ、エンジンかかったか。そして4番手に13番メイケイエール、それからもう1頭ナムラクレア、その後ろ3馬身くらいあって15番シュネルマイスター、内を通りまして12番ベントボーチェ、10番大西ビジョン、内を通ってダイアトニック、ウィンマーベルが上がってまいりました。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行く白い帽子はテイエムスパーダ、外からはメイケイエール、ガンダルム懸命に追う、このまま粘れるか。テイエムスパーダ、ダランフレグが差を詰めてきた、外をついてダランフレグが来ている、捉えるか。メイケイエール、メイケイエール、一着、一番人気に見事応えました。まあ当然の結果だよね。1着13番、2着6番、3着2番以上のように確定しました。秋の電撃王決定戦スプリンターズステークス、果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートを切りました。さあ先行するのは何か。13番メイケイエールが上がってまいりました。1番テイエムスパーダ、8番ファストコース、ぐーんと上がってまいりました。その後ろ3馬身くらいあって12番ベントボーチェ、ヤンガルムがそのうちにいます。ナムラクレア、ウィンマーベル、そしてその後ろからシュネルマイスター、内から1頭ダイアトニック、外を通りまして大西ビジョン、名将ミモザ、外から1頭16番マリアズハート。さあものすごい歓声の中山競馬場、先頭行くのは1番テイエムスパーダ、ムチが飛んだ、浜中とナムラクレア、黄色い帽子ナムラクレアが間から来ている、このまま粘れるか。テイエムスパーダ、大西ビジョンも差を詰めてきている、内を通ってテイエムスパーダ、ナムラクレア1着。スプリンターズステークス勝ったのは9番ナムラクレアだ。この馬はいい調子だね。1着9番、2着15番、3着当番以上のように確定しました。秋の風を切り裂いて速さを極めるのはどの馬でやりましょうか。スプリンターズステークス16頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところでやります。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのは13番メイケイエール、ここで行った行った、テイエムスパーダと6番ファストコース、ぐーんと上がってまいりました。ギャンガルム、それからベントボーチェ、そして6番手に9番ナムラクレア、ウィンマーベル、ダイアトニックが並んでいっています。その外にシュネルマイスター、そしてその後ろから大西ビジョン、その外16番マリアズハート。さあ中山競馬場は大歓声であります。メイケイエールは3番手といったあたり、さあ先頭はテイエムスパーダが3馬身リード、外からはメイケイエール、外から1頭メイケイエール、このまま粘れるか。テイエムスパーダ、捉えるか。メイケイエール、ダランフレグも差を詰めてきている。さあ人気どころの争いになった。1着スネルマイスター。1着15番、2着9番、3着13番以上のように確定しました。